ます。コンスーノです。今日から日常 Vlog をね、数日間撮っていこうと思います。寝るときクーラーつけてて、風邪ひいてて、声がおかしいかも。今から朝香さんとカフェして、ランチして、またカフェするっていう予定で、集合場所へ向かっております。今日はこんな感じです。頼みました。この後ランチなのでパンはお持ち帰りで、アスカさんとお揃いのハートのパンをゲットしました。ルーシュクレクールと同じビルの中にある黒杉さんをアスカさんが予約してくださいました。ありがとうございます。嬉しい、29歳になりました。ありがとうございます。みゆみゆ嬉しい。おめでとう。何なんだろう。ありがとうございます。朝香さんと解散してハワイで日焼けしたお肌のケアをしにお顔ラブへやってきました。お世話になってるエステサロンで福島にあります。まずはクレンジングからしていただいてます。クレンジングは呼吸のクレンジングで、塗ってしばらく置く摩擦レスのクレンジングです。今からスキングローピールをしていただきます。むけないヒーリングです。すごいんですけど、私の顔の形、モデリングパックを外したら私の顔になってました。これの効果って何でしたっけ。はい、お肌の常在菌のバランスを整えてくれるので、はい、まあ、ニキビの予防だったりとか、あとは赤みの鎮静、で毛穴の汚れを取ってくれたりとか、保湿鎮静っていうところは結構効果的なマスクになってます。今回はハワイ帰りなのでこちらがぴったりということでこちらしてくださりました。W へホテルステイをしに来ました。マリオットボンボイの無料宿泊の期限がね来てしまうんで、今日は急遽来ました。ちょっとだけアップグレードしてもらってこちらのお部屋になりました。今回はいつもよりかは少しね小さめのお部屋でした。いつも絶対アップグレードできるので、マリオットボンボイのカードがあったら絶対ねスイートにしてもらって、いつもマーベラススイートみたいな感じのお部屋に宿泊できるんですけど、今回は多分今めっちゃ海外の方でパンパンなのかな、予約が。なのでこのお部屋でした。ほんと急遽のステイで、ちょっと私は昨日に引き続き体調がそんな万全ではないので、ホテルでゆっくりしたいと思います。ホテルではほんと仕事したりゆっくり過ごしてて、今からお腹が空いたので彼が予約してくれている中華料理屋さんへ向かいます。彼が前パッて行ったお店が美味しかったらしいので、そこへ連れて行ってもらいます。近くにトリュフベーカリーがあったのでご飯の前に寄ってみました。結局5個も買いました。これは夜食にしたいと思います。一旦ね、旅行が終わってダイエットが終わったので食べたいものを食べます。嬉しい。お店着きました。バカボンって読むらしいです。店構えが結構高級感ある感じで、私の思ってた中華と違った。どんな感じやろうか楽しみだ。
ちょっと私も今日中国っぽいから。この髪型がちょっと静か系合わせてきました。でも海外行ったら私は大体ジャパニーズって言われて間違われることもあるので結構日本顔なんかも。すごい高級中華だ。美味しい。なんかさ普段あんま中華に行かなくて1店舗2店舗とかそういう町中華やからこういういいとこ来たの初めてかも。楽しい祭大福絶対頼みます。酢豚をいただきたいと思います。いただきます。汗かいてきました。相性がめちゃくちゃ効いてる。程よい辛さかも。ご飯と一緒に食べたくなる。ホテルへ戻ってきて今からパンを食べたいと思います。さっき辛いもの食べたから甘いものが食べたいという口になってます。なんかクリームパンも買ったんですよ実は。しかもキューブ状のクリームパン。うん、今欲してた感じ。甘いもの。なんかさほんまにホテル来て何にもしてないんですけど、何にもしないのがいいんですよこういうホテルステイ。おはようございます。 W のビュッフェで朝食をいただきます。ちょっと雨が降ってるんですけど、私はホテルを先に出て今からね今日は東京でお仕事があるので東京へ向かいます。海外行ってから日本のホテルに泊まったら日本のホテル の水圧の強さとか水回りの綺麗さとかあと空調の効き方とか日本のホテルの素晴らしさをね感じました。やっぱり日本ってすごいなって思いましたね。こんな感じで駅まで向かってね新大阪から新幹線に乗って向かいたいと思います。東京から帰ってきてその次の日昨日は TWICE のライブに行ってて撮影はせずって感じで、まあ、その次の日なんですけど今日はね明日から BTB へ行ってその後ひとちゃんのピラティスに行ってから夜ご飯に行く予定だったんですけど安定に私体調がさ悪めなのに東京行ったりライブ行ったりとかしてるから全然治らなくってだからちょっと運動するのはちょっとあかんかなっていうぐらいの体調なのでご飯は食べれるけどピラティスはキャンセルさせてもらって今からね晩ご飯へ向かいます。 BTB から晩ご飯までの間はゆっくりお家でしてたら彼がたまたま、車でね来てくれたのでちょっと送ってもらってます。ありがたいことにほんまこの Vlog めちゃくちゃ飛び飛びなんですけどなんかバタバタしてる上に体調も悪くてもう家がハワイから帰ってきたままのキャリーが開かれてたり段ボールが大量だったりと悲惨なことに来てくれたのにキャリー持ってくるの忘れた。そう、今日ね彼が家に来てくれた理由は一つ追加でハワイで買ったキャリーケースを彼の家に置いといてほしくて私の家キャパオーバーやからそれを取りに来てくれたのに私を送ってくれてキャリーケースを送ってもらうのを忘れてました。またや何してるんやろ。こんな路地裏にあるのっていう中津にあるリベンという気になってたお店をねひとちゃんが今日は予約してくれててこちらでディナーをします。早めのこのお店はもともとインスタでチェックしててリポート
ほんとひとちゃんにさ、ここ行こうって誘おうと思ってたら、ひとちゃんからここ行ったことあるって画像を送られてきて、みたいな。私それ言おうと思ってた、次会った時って。嬉しいんだけど、でも一緒に嬉しい。ひとちゃんと行くことしか想像してなかったから。めっちゃいい、もうすでにもうリピートしたいぐらいのいい、うん。ありがとうございます。かわいい。毎年お祝いできる。嬉しいわ。ほんまやん。毎年ありがとう。ひとちゃんにお祝いしてもらいました。プレゼントもありがとう。お揃いです。ひとちゃんとのお揃いのやつをいただきました。ありがとう。はい、この Vlog2 回目の W へ行きました。今日はなるとかなちゃんと W でランチをします。リクエストしてた。リクエストしてた。そうやね、リクエストせやね、私たち。アレクサンドル・ドゥ・パリのヘアクリップ今つけたいな、これ。めちゃくちゃ可愛い。この L サイズが欲しかったのよ。可愛いと、かなちゃんから開けていい？開けさせてもらっていい？え、白い、可愛い。え、絶対可愛いやん。赤アディガン可愛い。と、中がワンピース。そう、え、めちゃくちゃいいのワンピースです。めっちゃ可愛いやん。可愛い、似合いそう。似合いそう。やばい、ありがとう。ありがとう、かなちゃんとなるです。帰りにスタバ寄ってみんなで飲むの買いますどういうノリみんなでスタバテイクアウトして、お家に帰って撮影頑張ります。二人もお仕事頑張ってください。W でランチして、二人にお誕生日のお祝いをしてもらって、で帰りにみんなでね、スタバで仕事のお供を買ってね、帰ってきました。で、その時にこのスタバのノートを見つけたので、去年ぐらいからかな、なんか3人でスタバのノートを集めるのにハマってて、また3人お揃いノートになりました。仕事のなんかノートにしたいと思います。私は今からお家で撮影するんですけど、撮影と、まあ、やらないといけないちょっと事務作業というか作業があるので、のお供のおうちミルクラテを安定に買ってきました。ね、本当はさ、もっと一緒にいたかったし、もう話すことも尽きないから、2時間ぐらいで話せることって本当ちょっとしかないので、もっといたかったんですけど、本当にねめちゃくちゃ忙しくて、まあ、なるは週に2回とかは会ってるのかなぐらいのレベルで、なるはねめちゃくちゃパッて会ってるので彼氏みたいな感じなんですけど、かなちゃんはもうほんまにめちゃくちゃ忙しくて、だからなかなかそんなさすぐには会えないので、なんかめっちゃ寂しいんですけど、2人は今から会議があるらしくって、基本的になんか誰かと一緒に頑張りたいタイプなんですけど、こうやってさ一緒にさランチしてた友達とかがさ、今からさその仕事頑張るってなったら、よし私も頑張ろうって気合が入るので、なんか一緒に頑張れる仲間がいるって本当に ありがたいなというかって思います。はい、なので今からちょっとお洋服着替えて髪の毛も整えて撮影の準備をして、頑張りたいと思います。今日もオリーブベージュにしていただきました。朝一美容室に行ってから今日もねお家で撮影をしておりました。でもう夜になったんですけど、めちゃくちゃ暑い。今日はののこと、ののこも誕生日がね7月なんですけど、ののこと一緒にバースデーディナーです。ののこを自分への誕生日プレゼントです。お待たせしました。でののこからプレゼントもらいました。トマちゃんの部屋に、ね、トマトの石鹸もらいました。ののこらしい。ありがとう。でめちゃくちゃおしゃれ。ありがとう。ハッピーバースデー。美味しい。おめでとう。おめでとう。27歳おめでとう。うちらおめでとう。うちらおめでとう。
って、ノムと鈴のおめでとう、おめでとう、おめでとう。私たちのお誕生日です。あ、キラ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 、おめでとう。全部美味しそう。毎年恒例、毎年恒例の、毎年恒例7月は2人でお祝いします。お祝いご飯です。本日は神戸やってきました。マジで汗だくじゃないか。北の坂を登ってて、見て、あとが扇風機当ててくれてる。なんと優しいの。救世主。これほんまにいるよな。うん、日傘とこれないと無理かも。神戸は絶対に日傘とこの扇風機必要ですね。大阪ほんま大概や。大阪ほんまに暑いから。日傘持ってくるの忘れてた。私これ三宮の駅で買ったからね、これ。そう、日傘、さっき普段日傘ささへんって言ってて。そうなの。なんでそんな美白なんて話をしたの。全然焼けてんのよ。ほんまに白いって。嘘と思う。日常焼けするやろ。めちゃくちゃ人よりあんまり焼けにくいかな。そんなこともないけどね。ほんま？でも人より汗は人一倍かきます。神戸で行きたいランチがあって、さっきそこに着いたんですけど、チェーンが閉まってて、はい、はい、安定に今日も、閉まっておりました。店閉めるのが特技です。臨時休業特技。やめてもらっていい？友達として。ごめん、ほんまにごめんな。前も閉まってた。いや、でも私のリサーチ不足やこれ。で、あとが、最近ね、パンとエスプレッソが神戸にできたって教えてくれたのでね、そこへね、急遽向かっております。到着しました。すごいおしゃれ。さすが神戸って感じ。いただく。フレンチトーストがまず美味しい。うん、今のうまい。ありがとう、今年も。え、これ後の日傘やんだ。日傘入りやけど。ほら、いやいや、こんな友達。仲良くしてくれ。ね、お手紙まで入ってる。ありがとう。思った。そう思った。ダイレクトでコメントラワーベース。ピンク、これもしかして。すごい大好きやと思うね。え、絶対可愛いやん。色合い可愛すぎ。普通のっぽくない。普通のベビーピンク好きやん。可愛すぎる。しかもこの間一緒にお花屋さん行った時に、ユリを買おうとして、でもユリが、あの、入る床につかない花瓶がないって言ってて、そうだった。そう、ユリでもそういうの好きやん、だからユリを飾るように。え、ユリよこれ。ユリ買わないと。大きめのユリよ。可愛すぎる。ベビーピンク好きやん。好き。ありがとう。コスメのおすすめ大会。これは私がもう10本以上使用しているモマン。モマンで、これが最近買った110番ですね。チャンス。チャンス。で、これは後のがかなり使い込んでる。はい、使ってる。オポチュニティ。覚えてんな。はい、で、私は今後に貸してもらってオポチュニティつけてみました。なんかちょっとさ、ドレッシーなんかな。めっちゃ似合ってる。オポチュニティ。なんか大人っぽい日。なんか今日のさ、キャミワンピとか。可愛いな、確かに色。こっちの方がヌーディーな感じに仕上がるから、でも血色感やっぱりこっちの方が出るよね。この色めっちゃ似合ってる。え、これ可愛い。買おうってこれ。毎回買ってる。シャネルのリップ3本持ち歩きやん。あ、ウロシアやん。え、これ見たい見たい。あ、ハワイであったな。あの、セフラ？セフラであったやつ。あったよね。え、ちょっと見てもいい？いいよ。ウロシア、私 LA で買った。あ、そうなん？うん。これ本当にのリップクリームみたい。可愛いんやけど、このタイプ買ってないわ。ビラ。ビラらしい。え、私やばいな、これ今日さ、リップのも持ってる。待って。え、1,2,3,4,5,6,7,8 持ちすぎやってという感じ。私も結構持ち歩いてるんだけど、4本やわ。これはリップクリーム、ニベアのリップクリーム。絶対なんか大体まずこれ使うやんか、ハートパーセント、リップペンシル、で、リップクリーム塗るやんか、で、本番のやつ塗る、で、なんかお色直しとかで途中直すときはこれだけ。お色直し。お色直しって何やったっけ。結婚式。私毎日お色直ししてるんかな。でも言葉としてはさ、色をだって直したりとか、唇の色を直す意味でお色直しやん。合ってるもんな。合ってる
よ。言葉のチョイス合ってた。日本語難しい。難しい。そう、これだけで直す時も結構ある。うんうん。でも、あ、写真撮るってなった時に、あ、やっぱ写真撮る時は色欲しいわってなって、もうこう色がない。お色足しという感じで、ここはもう絶対持ち歩いてる。でもこれグロッシーベージュやけど、フレンチピンクも大好きで、その日の気分で変えてる。そんなに色つく？ヌーディーな感じ。私リップアートしてるからさ。あ、そっかそっか。そうそう、ちょっとヌーディーな感じの方が確かにいいのよ。という感じでリップ紹介でした。今日も大好きなお花屋さんへ寄って帰ります。 The Neighbors。 え、お花売り切れ？びっくりしたんやけど。え、ほんまにない？何目の鳥みたいなもの。ほんまにそれしかないやん。はい、大阪へ帰ってきました。お花屋さんは結局ね、夏場が土日しかね営業してないみたいで、今日閉まっておりました。今から大阪で、ね、お仕事へね行ってきます。見ていただいてありがとうございました。ではお仕事行ってきます。